どうも、レウンゲーム TV です。今回はゴロンシティの周辺で見ることができる細かすぎる小ネタの数々を集めてみました。ゴロンシティを少し奥に進むと、ゴロンシティで鉱石を仕入れようとしているゲルドの町の宝石商がいますが、ここでイーナ団の装備一式を身につけてこの宝石商と取引しようとすると、お？こいつらなんかと取引したくないと心の声が漏れる、まさかのイーナ団の装備専用のセリフが。イーナ団の専用セリフ何パターンあるんだ。美味しい肉を食べている天使のゴロン族にカウンターの上から話しかけると、迷惑系 YouTuber ならぬ迷惑系ハイリア人と呼ばれてしまうネタを以前の動画で紹介しましたが、美味し肉事件を解決してゴロンが正気に戻った後に同じ店で同じことをやってみると、相変わらず注意されるものの、事件解決前とセリフが変化しており、少し毒が抜けたセリフになっている。またゴロンシティには最高級のダイヤモンドを売っている店もありますが、ここでも同じことをすると、と最高級品なので察しろと言わんばかりに怖い表情で圧をかけられてしまう。ゴロンシティの近くにあるバルダスのレストラン、このレストランにロース岩を持っていくと、譲ってほしいと頼まれ、お礼に看板メニューをご馳走してくれるミニチャレンジがありますが、ここでロース岩をそのまま持っていかずにスクラビルドで縦にくっつけて、ロース岩を身につけた状態で店に行ってみると、センスが良いと褒めてもらえる、まさかのロース岩を飾りにして入店した時だけのセリフが。今作のゴロンシティには温泉に浸かってのんびりしているゴロン族たちがいますが、ここでギアの一つ放水柱を用意して、温かい温泉に冷たい水を投入してみると、まさかの温泉に水を入れた時の専用セリフが。細かすぎる。ゴロン温泉の客にも試してみると、やばいものを見るような目でドン引きされた。またゴロン族だけでなく人間の客にも試してみると、ああ、客によってそれぞれ違うセリフが。セリフのパターンどれだけあるんだ。洞窟の中にある秘湯では裸で温泉に浸かる客に遭遇しますが、ここでリンクも裸になって一緒に入浴すると、ちゃんと専用セリフが。
なみにこの気象にも放水してみると、案の定怒られた。事件の黒幕である神殿のボスを倒すと、ゴロンシティの美味しい肉が全て消滅しますが、この美味しい肉を事件解決前にスプラビルドで盾につけておいて、事件が解決した後に美味しい肉をつけておいた盾を確認するとどうなるのか検証してみたところ、ちゃんときれいさっぱり消えている。ボスを倒して美味しい肉が消えたら、スクラビルドしていた肉もちゃんと連動して消えるようです。以上、ゴロンシティの小ネタ集でした。